東京03が起こしたコントの革命とはまるなコントを初めて作ったのは東京03だったどうもお笑い考察系 YouTuber のマッキーです皆さんは東京03を知っていますか東京03は2003年に結成され2009年にはコントの王者を決める賞レースキングオブコントで優勝したお笑いトリオですコントといえば東京03というように多くのファンはもちろん 同業者である芸人たちからも尊敬される存在です。最近では、それぞれがバラエティやドラマなどでも活躍し、リーダーでもあるツッコミの飯塚里氏は、キングオブコントの審査員にもなりました。さらに、東京03は、毎年単独ライブを開催しており、2019年に行った全国ツアーでは、延べ4万人という、お笑いライブとしては異例の観客動員数を記録しています。今、最も客を呼ぶカリスマコント師、 それが東京03です。さて、そんな東京03が結成されたのは2003年。彼らは、コント界に革命を起こしました。彼らが起こした革命と言われると、サラリーマンコント、リアリティのあるコント、演劇みたいなコント、などと予想するかもしれませんが、違います。彼らが発明したコントとは、振りの長いコントです。 東京03のコントを見たことがある方はご存知だと思いますが、東京03のコントはかなり振りが長いです。コントを開始してから5分間、ほとんど笑いがないこともあります。実はこのようなコントは、当時としては異常すぎるコントだったのです。お笑いのセオリーとして、ネタにおける最初の笑いであるつかみは、早ければ早いほど良いとされていました。早く笑いが来れば早くお客さんも食いつく、普通に考えれば、 それは当然ののことよようにも思えますよねしかし東京03はその真逆ともいえる振りの長い革命的なコントを生み出しました実はこのようなコントを生み出したのは東京03のリーダーツッコミの飯塚さとしです東京03の飯塚さと,しと豊本明永は東京03結成前にアルフ,ァルファというコンビを組んでいました NHK のオンエアバトルにも出場する 実力派のコンビだったのですが、売れない時代を長く過ごすことになります。実は、この頃から飯塚は、人間の真相心理を笑いにするようなコントをやりたい、と考えていたそうです。しかし、当時のコンビではそんなコントはやれず、悩んでいました。そんな時期、たまたま近くに引っ越してきた、当時プラスドライバーというトリオを組んでいた、現東京03の大ボケ、芥クタ・アとのみ仲間になります。 仲良くなっていく中で、飯塚は、角田の才能に気づきます。その才能とは、自然に発する言葉が、面白い。ボケようと思っていないのに、真面目に言葉を発しているのに、なぜか面白い。角田と一緒なら、ずっとやりたかったお笑いができる。飯塚はそう感じたのです。そしてそんな時、角田が組んでいたトリオ、プラスドライバーが解散します。 芸人を辞めようとしていた角田ですが飯塚はそれを引き止めますダメだったら辞めるつもりでトリオを組もうそう言って角田をあるファルファに加える形で東京03が結成されたのですこの時飯塚はやりたいお笑いしかやらないというルールを決めますダメなら辞めるつもりだったこともありますがそれ以上にそれまでコンビとしてやっていたあるファルファでは逆にこびたウケるけど自分は好きではないお笑い 客は笑うけど、芸人は笑わないお笑いをやっていたからです。そして飯塚は、その意思を角田と共有し、東京03として、最初のコントを二人で作ります。そのネタこそが、高校教師。このネタは、教師役である角田の家に、学校を辞めたいと思っている、生徒役の飯塚が相談に訪れるという場面から始まります。教師である角田は、飯塚に学校を辞めさせないために、 一生懸命説得します。教師として熱い言葉を投げかけ学校に行く意義勉強することの重要性を説いていくのですしかしそのタイミングで角田の息子役である豊本が帰宅そこで息子の豊本が実はゴリゴリのヤンキーだったということが破格するネタです息子がグレてる教師の言葉説得力ねえよという部分がこのネタの肝となるのですが このセリフにたどり着くまでの前半部分は、真剣でリアルな芝居であればあるほどいいですよね。なぜならその分だけ、息子がヤンキーというネタバレの部分が際立つからです。だからこそ飯塚はこのコントを書くとき、ネタの前半部分にほとんど笑いを入れず、息子がヤンキーというネタバレのセリフが、最初の大きな笑いになるようにネタを構成したのです。このコントは、当時としては画期的なもので、それを最初に見たのが、相方の豊本秋長でした。 その時のことを振り返り、豊本は台本をめくってもめくっても、笑いが一切なくてびっくりした、と語っています。飯塚や角田も、本当にこのネタが受けるのか心配していたのですが、今までと同じようなコントプラス、革命的なネタ、高校教師を単独ライブで行ったところ、高校教師が一番受けたことから、いけると確信したようです。これにより、東京03の方向性が決まり、飛行は、 サラリーマンコントを代表に、誰もが抱える人間の細かな心理を炙り出すネタを量産。そして、2009年には、ついに、キングオブコントチャンピオン。その11日後、TBS へ、大御所 MC からたっぷり感謝のお祭りをあげられ、バナをくじかれこそしましたが、それも乗り越え、すべてのコント師が憧れる、カリスマコントトリオになったのです。今では、振りが長いコントを、 若手芸人が当たり前のように行っていますが、そのパイオニアは東京03です。東京03は、この世界に新しいコントを誕生させ、コントの可能性を広げた、まさにコント界のカリスマなのです。東京03のコントは、YouTube にもたくさんアップされているため、興味のある方は概要欄からチェックしてみてくださいね。動画をご覧いただき、ありがとうございました。当チャンネルは、お笑いを考察、 解説していくチャンネルですお笑い好きな方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。